はい、えー、肝心なのはこちらの動画ですよ。ですんで、このスマホ決済の手数料が平均して業者さんから中小企業から2%ソフトバンクなどの大手の会社に流れているっていうこの流れがね、見えてるかどうかがマネーリティラシーだと今回は申し上げたいんですよ。これがどういうことかというと、中小企業に2%の負担を与えて大企業、元締めの会社だけが儲かっていこうぜ っていう風なね流れにも見えるんですよもちろん私たち消費者からするとどこの決済を使おうとその決済会社がいくらねそうやった負担を押し付けられると関係ないと言えるのかもしれませんでももう一つの側面としてこういったスマホの決済が始まったからといって私たちの過処分所得って変わらないですよねうんだから今まで多くの人は月収の中でやりくりしていたものがわずかなね ペイペイバックが来るとはいえ過小分とか大きく変わわらないいけですよということは消費者がちょびっとする分中小企業が決済手数料として平均で2%負担させられてその2%が大手に行くっていう流れができてこれがね緩やかに進むとどういうことが起きるかっていうとその2%の決済手数料によって中小企業の淘汰が加速するってことなんですよね私はそういうふうに考えてるんですよでそもそも消費者の 消費金額がほとんど変わらないもしくは先細りになる中で中小企業が2%のこういった上納金を押し付けられる形になってくるとどういうことかってことなんですよね今更 PayPay を使わずに中小企業が別の決済を選択するかってことなんですよ PayPay によって立てられた売上が例えばその企業のね30%なり40%を占めていたら ペイペイの決済をやめて、そこが失われることに、ものすごくね、抵抗があると思うんですよ。そうなると、ペイペイは使わざるを得ない。そのために2%の決済手数料を、要するに上納金を、ソフトバンクなどに、楽天などに払わなくていけないということになると、今まで必要なかったね、2%が乗っかってくるわけなんですよね、その中小企業に。で、しかも、消費者さんの、その、過剰分子とか変わらないですから、ペイペイを使おうが、現金を使おうが、 毎月の消費金額一緒ですよね。うんまあ、確かにペイペイバックがあるんで多少は変わりますよ。ペイペイを使うと。でも大筋では変わらないわけですよ。そう考えていくと、なんかうまいことね、消費活動が国ぐるみで操作されてるような気がしてならないんですよ。で、今回のスマホ決済っていうのは国の主導ですからね。そしてもう一つの側面。楽天っていうのは楽天モバイル、楽天ポイント。 がありますソフトバンクどうですかソフトバンクは携帯電話持ってますよね通信をでソフトバンクのペイペイですよこういうふうに結局スマホ決済とスマホの利用料金がリンクしてる抱き合わせになってるところが注目なんですよで今回スマホのおこのね金額が、まあ、総務省のバックアップと菅総理の肝入りによって値下げになってるわけですよアホモを中心に でその分をどっかで補填しなくてはならないっていうことになるんですよね。それが時を合わせて、この電子決済手数料2%っていうことに転嫁されてきてるとしたら、結局はね、携帯電話の料金は安くなったようで、携帯電話各社は痛くも痒くもないっていう図ができるわけなんですよ。しかもこれが国主導で絵が描かれていて、闇接待とかあったわけですよね。で、菅総理はこの時期にスッといなくなる。 これ私のこじつけかもしれませんけども、このぐらい考えていかないとマネーリテラシーっていうのがあるとは言えないし、マネーリテラシーがあると、こういう説も同時に瞬間的にね、つなげて考えるわけなんですよ。あとは裏付けをどう取るかって問題になってきますし、そんなバカなと思ってね、えー、たまたま偶然だろうと思えるかなんですけども、これはどうですかね。マネーリテラシーっていうのはいろんなところに潜んでます。FX という材料を与えて、そしてそこでお金を溶かす人もいれば、そこで資金を増やす人もいます。 それは参加者同士のお金の取り合いですから、FX に参加した人が、一番上手な人が持っていって、下手な人が、相対的に下手な人が持っていかれてってことが、その FX という市場で行われるだけなんですよ。株式も似たようなもんですよね。で、ビジネスも同じですよ。ビジネスが上手な人が、長い年月生き残って、コンスタントに、まあお金をね、儲けていく。そしてビジネスの世界に入って、消費者の割合が大きい人もいるんですよ。これはね、 起業してる人も同じですね。何がしかの仕入れをして、何がしかの売り上げを立てる。この繰り返しで企業活動ができてる以上、例えば吉谷さんはいろんな機材は仕入れてますから、機材の会社を儲けさせてることにはなりますよね。でも吉谷さんから見ると、その仕入れた機材によって、いろんな売り上げを上げる方法があるんですよ。機材を買った会社を儲けさせてね。で、売り上げは別のところから立てているってことで、経済を循環させていますよね。でも結局、儲かっている人と、 お金を払う人っていうのが住み分けられるわけですよ。その真ん中にいる吉谷さんはトータルでプラスになるというマネーリテラシーなんですよね。でもその中には一方的に払うだけの人と一方的にもらうだけの人っていうのが厳然して存在するんですよね。こういうふうにマネーリテラシーっていうのはあらゆる人を巻き込んでその相対関係によって成り立っているというふうにも考えます。で、私もいつもそう思ってるんですよ。私もスーパーに行けば一方的に商品買います。当たり前ですよね。スーパーから自分の商品を売って儲けてやろう。 ということは私はスーパーを相手取って商売を仕掛けるだけのマネーリテラシーはないんですよね特に普段行ってるスーパーっていうのは私が元社員として長い間勤めていたところですだから取引先にできないことはないんですよその中にいる人脈もかつての部下も今はね養殖についてますからねまあそう考えたら私のマネーリテラシーも隠居止まりだなってところですよねそして今私がお金を潤沢に 流通させているところはすでにビジネスや消費者使用市場にはないわけなんですよねもう完全に金融の世界に入ってしまいましたねうんまあいろいろ考えれば考えるほどキリがないですよねえ今回はねマネーリテラシーって言葉でペイペイについてちょっとね私なりの考え方展開をしてみましたペイペイという決済手数料が業者に対して乗ってくるこの夏 そして消費者は PayPay ペイペイによって恩恵を受け続けることができるその結果一番誰が儲けてるのかってことはもうお分かりですよね大手キャリアと、まあ、総務省を中心とするいわゆるうー国ということになります私たちは国の作ったルールの上でそのルールと共存共栄してる大手業者のさらにその下でね右往左往してるっていう姿が見えるわけですよねこの上はせめて個人的に勝っていくしかないかなと まずはそこから始まるんじゃないかなと思っておりますそれでは、いってらっしゃい